どうもこんにちは。1体目でステータスカースト取ってできるのかなとやってみたくなり、久々にデジモンワールド起動しました。そもそも今何やってるのかというと、寿命の欠損を防ぐためにご期限を空けています。デジモンの寿命は決まっており、全く欠損がなければ15日生きることが可能です。半全体に進化すると96時間寿命が伸びるため、19日生きられることになります。しかしご期限が90を切っていると寿命欠損が発生し、本来より生きられなくなってしまうため、こうやってスタートと同時に褒めるでご期限を当てているのです。3上げ終わりました。ではここからステータスカーストを目指していくわけですが、ただ単にトレーニングしているだけでは達成できません。トレーニングには基本上昇値と倍率があり、開始初期には基本上昇値のみの効果しか得られません。物語を進めていくことで倍率が上がっていき、高いトレーニング効果を得られるという仕組みになっています。画面の通り、初めは大して能力上昇しませんが、倍率補正を生かすことで育成効果を大きく上げることができます。意識すべき倍率補正は3種。一つ目は世代補正です。世代により育ちやすさが異なっており、成長期だと 0.9、 完全体だと 1.2 と、圧倒的に完全体になってからの方が育ちやすくなっています。二つ目は器具改造。カブテリモンとクワガーモンが待ちに来ることで 1.2 倍の倍率補正がかかります。そして三つ目はトレーマニュアル。ピッコロモン勧誘後に変えますが、持っていると 1.1 倍の倍率補正がかかります。ということで、ある程度物語を進め、かつ完全体になってからの方が育成効率が高いため、トレーニング本格化は後にしようと考えています。ちなみに通常チップの使用は縛らないつもりなので、初めに攻略進めつつ、チップで強くしていった方が目標達成に近いのではと考えました。というわけでデジモン勧誘頑張っていきます。まずはミセとケンタルインが欲しいですね。なぜケンタルインが真っ先に必要なのかというと、攻略においてデジモンをなるべく寝させないからです。なるべく寝る時間を削って活動の時間に充てるためですね。そんなことして寿命が縮んだりしないか心配かと思いますが、1時間だけ寝させれば大丈夫です。ただし進化が遅れてしまうので全く寝させないのはダメ。睡眠時間が短いと疲労回復が十分できないため、こうやってケンタルインで回復させることが必須なのです。一応国門でも休憩はできるのですが、疲労回復効果は自由と半分しかないので、ケンタルイン一択ですね。寿命については先日の通り、ご期限が90を下回らなければ欠損ありません。デジモン勧誘を続けている最中、なんと、そうです、まさかのデジボックリに遭遇しました。デジモンワールドにはトレーニング効果を出る食べ物が3種あり、このデジボックリは群を抜いて効果が高いことで知られています。ご存知の通り、そのトレーニング効果は 1.5 倍、対する人参と大根の効果が 1.2 倍なので圧倒的です。またデジボックリは疲労しか入手方法がなく、ミスティツリーズにて低確率でしか手に入りません。入手が大変なので、今回のチャートで使用を想定していなかったため、偶然手に入ってとってもラッキー。引き続きデジモン勧誘を続けますが、ほとんど寝させていないのでかなり早く進化すると思います。デジモンワールドにおいて寿命と育成時間は別の概念となっており、寿命ではなく育成時間が一定経過することで進化条件を満たします。この差が特に顕著に出るのが睡眠で、睡眠すると何時間寝たかに関わらず9時間経過することになり、1
1時間しか睡眠させない場合は、通常に比べて8時間も進化が早まることになるのです。3日やってるので、今回予想通り丸1日分早く進化が来ました。進化が進むほどトレーニング効果が高くなるので、このように無理やり育成時間を経過させるのも有効な手段となります。今回は狙って、メラモンに進化させました。理由は2つ。缶全体はメタルグレイモンにしたいからということと、メラモンが食事量が少ないからです。さて、ガンガン勧誘を進めていきましょう。まだまだ弱いですが、戦闘面ではかなり楽になってきました。ちなみにチャートとかは用意しなかったので、勧誘の順番はかなりめちゃめちゃです。ヒロモンはかなりきつかったですね。とこうしているうちに、あっという間に繁栄度50になりました。ストーリー進めながらチップも食べさせていたため、トレーニングしてませんが能力もなかなか高くなりました。ご存知の通り、繁栄度50になるとジジモンの家が豪華になります。ところで、なぜ繁栄度50まで上げたかと言いますと、無限マウンテンでは回収できるチップが非常に多く、デジモン勧誘の面倒さを考えてもペイできると思ったからです。さて、最終回に着いたので、サクッと無限ドラモン倒しちゃいましょう。クリア時のステータスはこんな感じ。エンディングが終わったら、引き続き育成頑張っていきましょう。ここで今回の重要デジモン、ピッコロモンと対戦します。勝利後待ちでトレーマニュアルを売ってくれます。これは保有しているだけでトレーニング効果を 10% 上げてくれる、唯一無二の貴重なアイテムです。とりあえず勝ちましたので、早速買いに来ました。ここで私は致命的なミスをしてしまいます。はい、これです。知る人ぞ知る致命的なバグで、これはピッコロモンに話しかけた際に×ボタンで会話を終了させてしまうと発生するバグです。何が起きるのかというと、こうなります。一見わかりにくいですが、さっき繁栄度が50になりジジモンの家が大きくなりましたよね。ところが今見てみるとボロい状態に戻っています。これはつまりどういうことかというと、ピッコロモンのバグのせいで繁栄度が0になってしまったのです。このバグは普通にやってしまいがちなので、皆さん十分気をつけましょう。ということで、さっさと無限マウンテンに集めしてきました。さて、これからどうしようかといった感じです。トレーニング本格化は缶全体になってからと思ってましたが、事前にできることがほとんどなくなってしまった。もう少しで進化条件の能力満たすから先にあげちゃいましょうか。メラモンの進化先はメタルグレイモンとアンドロモンです。今回はそのうちメタルグレイモンになるよう狙いたいと思います。なぜメタルグレイモンかというと、スカルグレイモンへの特殊進化があるからです。缶全体に進化することで寿命が96時間伸びますが、特殊進化の場合でも96時間伸びるのです。うまくいけば理論上23歳まで生きられることになります。腐りかけメロンも投入しますので24歳まで生きられるはず。それでも足りなそうな場合にはデジカムルも投入します。
ここでトレーニング大成功が出ました。これは目押しだけでは絶対成功しません。10回に1回しか当たるチャンスがないように内部処理されています。賢さ狙ってたらたまたまスカマークに止まったため、試しに狙ってみたら当たりました。ラッキー。能力ですが、早くも進化条件満たしてしまいました。これも予定外で、本当は体重、育成ミス、ボーナス条件達成で進化をさせ、進化時に大きな能力ボーナスを得ようと思っていました。思ったより能力上がってしまったので、能力も先に上げときました。無限プラも忘れてたので回収、腐りかけメロンももらいます。さて本当にトレーニング以外やることがなくなってしまいました。もうここからは本当に単調な作業になるため、あまり乗り気はしませんが頑張っていきましょう。トレーニングについてはボーナストレーニング委託です。ボーナストレーニングはこのスロットを揃えれば成功です。外れるとトレーニング効果が 50% になってしまいますが、成功すれば2倍から10倍のトレーニング効果を得られます。目押しでおおよそ当てられますが、50% の確率で必ず外れるように仕組まれています。そういう時はリールが不自然に滑りますので、くよくよせずにどんどんトレーニング進めていきましょう。ノーマルトレーニングを理論値1倍だとすると、高当たり大当たり狙いが理論値 2.05 倍、治癒当たりたり狙いが理論値 2.25 倍になるそうです。全部が全部目押しで完璧に当てられるわけではないため、実際の理論値ほどは当てられないと思いますが、通常トレーニングするよりもスロットの方が断然上がります。ちなみに私は大当たり狙い派ではなく中当たり狙い派です。個人的に当てやすい絵柄は素早さと MP、 逆に防御とかしこさマークが苦手です。スロット当ててると楽しいといえば楽しいんですが、ただ難点はずっとスロットやってると異常に疲れるんですよね。パチスロと違ってずっと集中して目をし続けないといけません。なのでプレイを重ねていくうちに疲れるからボーナストレーニングやらなくなってくるんですよね。勝手にデジモンワールドあるあるだと思ってます。トレーニングをこなしていると、ようやく来ました。メタルグレイモンになってくれるかな。やったね。めでたくなりました。これでさらにトレーニング効率が上がります。さてステータスはどんな感じか確認してみましょう。いい感じですね。というか24歳まで生きさせなくてもだいぶ余裕でキャンストしてしまいますね。これはそしてトレーニング効率を上げるため、リーサルエコンのデジボックリをとうとう投入します。これだけで呪文ワールドやってるのに、実は使うのこれが初めてです。いつもはもったいなくて使えませんでした。賢さが大成功で180も上がりました。たった1回のトレーニングでチップ4枚分の上昇です。やばすぎですね。ちなみにデジボックリなどのトレーニング効果上昇アイテムは攻略本によると6時間効果が持続すると書いてあります。しかしながら何か別のものを口にしてしまうと6時間待たずしてその時点で効果がなくなります。食べ物の他携帯トイレなんかでもそうですね。ところがすごいのはこの6時間っていうところです。トレーニングすると自動で1時間経過するため、アイテムの効果はトレーニング6回分と思ってしまいがちなのですが、実はそうではありません。これはトレーニングでスキップされた時間は除かれるため、移動や食事などで分身が進んだ分のみがカウントされるのです。そのため実はうまく立ち回れば
アイテム1個で5日くらい効果持続できたりします。このデジボックリも非常に貴重なため、このままカンストするまでお世話になろうかと考え中です。さて、いい感じで育成が進んでいますね。まだ10日目なのにオール800くらいになってしまいました。もうやることはひたすらトレーニングして、ケンタルインで休んで、トイレ行ってトレーニングして、ケンタルインで休んでトイレ行ってトレーニングの繰り返しです。さて、10日目が終了。めちゃめちゃ強くなりました。そして11日目も夕方、とうとうこの時がやってきます。すべてのステータスが950を超えました。アナログ満討伐の際にチップを各1個ずつ回収したので、これを使えば目標達成です。まだ全然11日目でしたので、スカルグレイモンにならせる必要とか全然ありませんでしたね。むしろチップなしで挑戦してもよかったかもしれません。だいぶ今更ですが。そして最後のチップを食べさせ、とうとうステータスカンストしました。おお。さて、最後はステータスとプレイヤー情報を見て終わりましょう。最近気づいたんですけど、年取ってくると新しいゲームしないで、昔にやった同じゲームばっかりしてるんですよね。脳が退化しているのか、新しいものを受け入れる余裕がないのか、もしくは低刺激であっても心理負荷が少ないことを好むようになったか、それに気づいてしまうとちょっと寂しくなりました。というどうでもいい話です。すいません。ではまた何か思いついたらあげようと思います。ご視聴ありがとうございました。